はあ？なあ八神さん。八神くん。お、はい、ハハハ、ええ、八神さん。ん？お願いします。
怪しいな。お、ええあ、ええヤガミさん。八神さん。お。八神さん。お願いします。
ん？はあ？はい。これが証拠。
おう。ありがとうございました。ごめんなさい。ヤガミ、何しに来てんだお前。お邪魔か。お邪魔かだ。もし頭に見られたらお前ん、あ、いや、そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあそのすぐ後頭は事務所を出てそれっきりだ。サツが来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で、何のボサッと突っ立ってんだ。一応客なんだからよ。ったく、座れ。昨夜から松金組は大変だね。ああ、事務所はサツでごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに。事務所の守り組のもんは全員招集か。なるほど。それにしてもなんで教令会は急にやる気になったんだ。今までおとなしくしてたのに。ふん。今向こうのナンバー2ってのがカムロ町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2。教令会の若頭で塩谷聡、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の後目だ。じゃあ昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは多分。あ、なんでそんなことが。わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ見せたいのは顔じゃねえ、服装の方だ。ん？この服が何だって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え？栗本とは年も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。なるほど。それで慌て、お前ずいぶん余裕だな。頭を狙う教令会にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。じゃ、いや、お前より新谷ってやつの方、法廷で弁護してたのはあいつだろう。ああ、片木が極道に狙われたらひとたまりもないぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。
キムさん、よう優等生やろ。元気だったかい。お前誰だ。京浜同盟の葛西だ。この前は世話になったな。なんでお前が。八神さん、相手にしちゃダメです。キムさん大丈夫。静かにしやれ。お友達が大切ならこいつの店に来い。今すぐにだ。くっそ、あいつ。キムさん。八神さん、すみません。相変わらずムカつく顔だな、優等生野郎。そっちはそっちで相変わらずの間抜け面だな。なんてとこら。おう、そいつが八神さんか。八神さん、噂は聞いてる。あんたえらい喧嘩が強いらしいな。そりゃどう思う。俺は本田、京浜同盟の本田レンジだ。よろしく頼むぜ。本田、お前も一緒にこいつを締めるぞ。一緒に。行くぞ、てめえら。本田。あっ、てめえ血迷ったか。おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた俺と喧嘩しろ。はあ。俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね。違うか。はあ。さあ、おしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。あんた噂以上だ。最高だな。おい、こっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよ。そうか、俺には楽しんでるように見えたぞ。根っからの喧嘩師だぜあんた。だが今日は何。通行人が札に通報してやがった。そろ行け。喧嘩より優先するもんなんてなかった。八神さん、逃げましょう。あ、おい、今日は楽しかったぜ。またやろうな、八神さんよ。ここまで来れば多分大丈夫です。キムさん、さっきのやつ噂聞いたことあり。喧嘩狂いの本田、京浜同盟四天王。そんなのがいんの。はい、
京浜同盟の中でも特に目立っている4人が笠井、本田、そして榊場。彼らはそれぞれ派閥を持っていて、つまりあんなのがあと2人もいるってわけか。武器の密売でたくさんお金を稼いでるらしいです。だからヤクザも彼らには手が出せない。古賀か、そいつ。すみません、私のせいで八神さん、あいつらの中で。まあいいさ八神さん。ああキムさんもね。あの、八神、何しとるんか。
バカにしとるんか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お、なあ、
あ、ん？何？はあ？おい。ん？お。ああ。はあ。んだと。仕方ねえな。
な。ああ。え。ヤガミ。ええ。ん？はあ。何？これが証拠です。何？はい。ん？え？ん？なあ。何？
少し。証拠だ。なんだと。八神、何？ふん、八神。